今日日本って世界屈指のいい風景がある国じゃないか。イギリスってどっちかというと、まあ、ニュージーランドと景色一緒で、割と単調なんですよね。あの風景、景色にね、飽きるんですよね。そうです。先ほど聞きましたその自転車からこのアウトドアスポーツに入られた、はいはい、それが高校時代のバスケット部時代に部活の合間に紀伊半島一周されたというところに入ったんですね。でその前にあの堀江謙一さんの講演を聞いて冒険に対して憧れたと、はい、その紀伊半島もそうですし四国とかですね、やっぱり1週間ぐらいかけてあのじっくり回れる時間が学生の頃あるんで、まあ、部活の合間ですけど、まあ、そういうことをしてたりとか。大学時代には何ですか、そのニュージーランド縦断、これも自転車で、ね、部活を終えて卒業旅行で友達と自転車をパックして、4年生の時に、はい、はあ、南から北まで縦断、ニュージーランド、はあ、ですね会長、これ2週間で縦断するつもりで行ったんですけど、途中でね、かなりバスに乗らざるを得ないというか、ニュージーランドってユースホステルとか あるんですけど、料理自分でしないといけないんですよ。それ知らずに行って、そうすると、まあ、ほとんどその 食の買い出しとかコンビニとかもないですない時代だったんで、そういう不便さもあって時間がなくなってくるのもあるんですけど、やっぱり景色がですね、その日本のようなそのダイナミックな景色、川沿いをこう走って山を見ながら海をみたいなんですね、景色が実はあんまりなくて、丘がずっと続いてですね。ニュージーランドって我々から見たらものすごく面白いようなこう印象を受けますけどね、はい、日本の方が面白い。いや面白いですね。でやっぱりだんだん退屈になってくるんですよ。あら、やっぱり道が川沿いにあるのが日本とか海沿いにあるのが日本、まあ、九州なんで、いや風景景色にね、はい、水がないとね飽きるんですよね。そうです、私の持論です、これは。もう、嬉しい。もう風景には水がいると、いります。昔駅ビルをあちこち作った時もね、はい、必ず屋上には池を作ったりね、そうです、駅前広場には、まあ、この水を溜めたりね、おっしゃる通り、ね、列車の旅も、はい、水を見る、例えば川のそばを通る時の列車の旅は楽しいです。はい、あるいは海を見る時の列車の旅は、おお、そうです、今日そっとそれを見てるから、ね、だから水がない景色っていうのはあの山だけでね、緑だけでね、いいなと思うのはね、短時間で飽きますね。です、はい、それがですね、まさにその次のね、まあ、イギリスに駐在してる時にテムズ川の上流から上流、一番源泉からね、河口まで記念にちょっと走ってみようと、350キロぐらいあるんですけど、で源流からですねオックスフォードまで100キロぐらいで一緒に走ってみたんですよ。で川沿いの綺麗な景色をイメージして行ったんですけど、ずっと麦畑でトラックにこうブーンって煽られながらですね走るんですよ。それはその自転車で、はい、自転車で、はい、あでつまらなくなってですね、やめましたね。なんかイメージとしてはなんかこうあちこちにこうお城がこうね、はいはい、川沿いにあって、はい、山の中がこう、はい、ようなイメージありますよね。ロンドンの中は別にしてね、はいはい、それに綺麗な道が整備されてて、はい、それがね意外とないんですよ。あ、テムズ川ない、はい、だからイギリスってどっちかというと、まあ、ニュージーランドと景色一緒で割と単調なんですよね。高い山もないし海沿いも道がないし、日本って本当にこの狭くて、そしてなんか高い山が急な山がいっぱいあって、はい、その風景がこの単一じゃないんですよね。そうなんですよ。一度そのフランスでその、まあ、向こうの新幹線高速鉄道 TGV、はい、あれ乗った時に、はい、まあ最初10分ぐらいは良かったんですけどね、うん、もうずっと見てもね、オリーブ畑と、まあ、もうそういうブドウ畑しかないんですよね、はい、もうなだらかな平原が続いて、はいはい、飽きますよね。飽きます。あでやっぱり60カ国いろいろねそういう目で見ている中で、待てよと
日本って世界屈指のいい風景がある国じゃないかっていう、ね、アウトドアスポーツをやるにしても一番最適の国じゃないか、はい、ということをですね、まあ、ずっとやりながらこう確信を深めてきたっていうのはもう早くも今日の結論にまで行ってますね。いやー、はい、そうですか、はい、いや会長嬉しい。いやそんなにその日本ってすごいんですか。いやすごいです、はい、はこれさっきっ、ね、まあ、のアウトドアスポーツもいろんな場所でいろんな種類のアウトドアスポーツがあると、はい、まず川、はい、アウティング、はい、キャニオニング、うん、リバーカヤックとかあるわけですね、はいはい、それから海、はい、海はシーカヤック、先ほどのね、はい、映像にもありました。で、スタンドアップ、パドル、パドル、はい、ヨット、シュノーケリング、ダイビング、はい、もう全部やってくれるんですか。そうですね、はい、海、海、それで次は山、はい、山はもちろん登山、はい、フォレストアドベンチャーっていうのは何ですか。これまあこれは人工的に作られた山の遊びで、ね、あのジップラインまあ、500メーターぐらいロープか何か、そうですね、そこからこうなんか車にこうつないで、はい、つないでこう空飛ぶフリューみたいな、あのスキー場にあるリフトみたいな感じのやつ、そうですね、あれはもっと速いやつですね、はい、おっしゃることですね、はい、次行きましょう。あ、陸、自転車、はい、電動アシスト自転車、はい、自転車ダウンヒル、はい、キャンピングカー、はい、これはスポーツじゃないんですけどね。いやいやいや、スポーツでしょ。空までね、これ全部やってくれたんですか。まあ、たまたま好きでやってたらこう今回の前にこう整理してみたらこうなったって、はい、そもそもその、まあ、先ほど聞いたんですけど、まあ、堀江さんに刺激を受けて、はい、そして自転車であの紀伊半島一周してというところなんですけど、もうその刺激を受けただけですぐに行動できるものなんですか。ワクワク感っていうんですか、じゃあ動機、なぜやりたいのかって、これですか、はいはい、なぜやりたいのか、まあね、ワクワク感、あの会長のこのワクワク感ですけど、やっぱりやってみたい、行ってみたい、見てみたいっていうですね、で、はい、そういう冒険心が旺盛なんですね。かもしれないです、はい、だからその世界を股にする商社マンにもなろうとされたんでしょうね、はいはい、まあでもそういう人って結構たくさんいるような気がするんですよ。私の周りには竹さんです。まあでもこのね、自然を相手にして、あの、まあ、相手は先ほどね、感じました予想外の天候で波に流れ風とか、うん、こう読めないというのもですね、一つの、あ、状況が刻々と変わっていくと、はいはい、ところがまた一つワクワクするし、はい、また、はい、あの怖いですよ、恐怖もあるんですよ、ね、そうですね、で知らない場所に行く、まあ、特別な景色ですね、うん、先ほどあの映像でお見せしたように、うん、普通にあのポイントから観光ポイントから見るのとは全く違う風景、例えば沖からあの福岡市を見るときの綺麗さとかですね、うん、はい、で一度行く行ったところっていうのはあまり二度行かないもんなんですか。いやー、また行きます。まだ行きます。はい、うん、だ未知の場所でもまた違う角度とか違うものが見えてくるんですかね。そうですね、あ、はい、九州は特にいいんですか。特にいいですね。日本は特にいいけども、その中でも九州はいい。九州がいいと思います。花田さんどうですか。いや、もう最高だと思います。北海道がまあアウトドアスポーツ、アドベンチャーツーリズムのまあ一応我々の目標じゃないですか。ライバルかな。まだライバルにもなってないね、我々はね。そうですね。北海道と九州と比べてどうなんですか。北海道っていうのはなんかこう自然がそのまま自然があるっていう感じなんですけど、九州は自然の中に人が住んでるみたいな、そういうところがすごい九州の特徴だなっていう気がしますね。あ、どうなんですか。いや、そうだと思いますね。やっぱりでもその人が住んでるところと絶景の距離が近い、つまりすぐ行けるってことは時間が短く済む、その近さ、便利さっていうのが九州の魅力だと思うんですけどね。その山、陸、川、空と、まあ、何十種類のアウトドアスポーツを体験してこられて、はいはい、本当に一番好きなのは何ですか。
本当に一番好きな。あれ、今明日行きたいとかどこですか。明日もし天気が万全で、うんうん、それのぴったりの天候だったら、あの川のキャニオニングに。あ、やっぱキャニオニングはやっぱ一番好き。キャニオニングは好きですね。当時オーストラリア人がインストラクターでいて、日本人は白馬も、はい、あ、そう、長野県のですね、はい、で、あの、なんだこれはと思って、オーストラリア人のインストラクターに連れて行かれて、子供と行ってみたら、まあおもろいと。でも当時はインストラクター3人に対して、あの、僕と息子ともう一人観客3人でした。だ、それほど認知されてなくて広まってなかったんですけど。日本人のインストラクターはいなかったんですか。インストラクター女子みたいな、やっぱりオーストラリア人がオーストラリアから持ち込んで、こういうところに行くのは難しいんですけど、もう奥の奥の秘境なんで。だけどこれは多分日本とかでしか、まあもちろん日本ならすぐ近くにあるわけですから。まだ、まあ、これはどこでしたっけ。これは高野山じゃない、吉野、吉野、吉野、奥の奥ですけど、大阪からだと4時間くらいかかりますけどね。ああ、それでも、それともヨーロッパからね、世界から見たら近いもんですよね。まあ、そうですね、うん、その近さはありますね。九州だと、伊風院の五木村がいいらしいですよ。お、あの、行こうと思ったら、あの例 の, あの水害で大雨でね、はい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 、今年は行きたいなと思ってるんですけど。あなたさん、その今年はアドベンチャーツーリズムの世界的なサミットのね、大学も言いましたよね、あるけど、PSA、はい、プレーサミットアドベンチャーズ、アドベンチャーで、九州からいくつか、あの、提案してるんですよね。阿蘇高千穂のコースと屋久島のコースの2コースです。で、世界的なアドベンチャーの権威たちがそこにも来てくれるそうだと、はい、そういうことですね、はい、阿蘇高千穂、いいですね。屋久島、いいですね。どうですか。最高ですね。阿蘇高島、阿蘇高千穂だとどういう遊びをされます。まず自転車ですかね。はい、お、それからトレッキング。スナグタイム行ったよね、なんか阿蘇ね。はい、あ、見ました、はい、見ました。普通の道路じゃなくて、そうそう、道なき道を行く、あれが楽しそうだなと思って。普通の自転車と、まあ、もマウンテンバイクですよね、あれね。だけど、E バイク、電動アシスト付きのやつもあるじゃないですか。だから体力のない人もあれを乗れば、まあ、あと登山とか、トレイルランってのがありますよね。どうやってないですけど、登山道をあのランで走るんですね。走るんですか。あれ、面白そうですよ。